はい、今回紹介するのはですね、筋肉マン2世の超人ですね、サンダーです。はい、早速ちょっとね、基本データからいきましょう。まず身長268センチ、体重が218キロ、超人強度が3000万パワーで、ポピュ星出身ですね。だから地球出身ではないんですよね、サンダーは。で、まあこのポピュ星なんですけど、なんか美人が多いみたいなことで書かれていましたね。はい。で、サンダーについてなんですが、究極の超人タッグ編で登場しています。ライトニングとのコンビ、ファイブディザスターズの一員でした。たくましい体を持ち、怪力っていうことですね。まあ、その力はです、マンモスマンをもひるませるほどだったんですよね。そのぶつかり合いをした時、マンモスマンの方がよろけていたんですよ。で、まあ、それゆえか、そのケビン・マスクが入ったクリアベッドを運ぶ役をしていましたね。はい。ライトニング持ってないんじゃないで、さらには、マッスルミレニアムにも耐えることができるタフネスも誇ります。で、まあ、サンダーはね、そのライオンね、獅子のマスクをかぶってるんですが、実は素顔もね、獅子に酷似しているんですよね。で、当初は奇怪なオーバースーツを身につけていたんですよ。で、その獅子を思わせるような顔を見せたのは、ブキャナンとマスクドアラジンを血祭りにあげた時でしたね。まあ、その姿を見た時はね、結構自分かっこよく感じてね、興奮しながら読んでいた思い出はあるんですけどね。はい。で、その後、そのアパッチの断末まで残りのオーバースーツですね、顔以外のオーバースーツが剥がされていたんですよね。ちなみになんでオーバースーツを着ていたのかというとですね、まあ、そのサンダーとライトニングはアベニール王国の民を殺戮しまくってたんですよ。で、追われる身となったんで、タイムワープを邪魔されるのを避けるためということでした。で、次にサンダーの過去ですね。まあ、サンダーはね、実はその悪行を時間超人の父と正義超人の母との間で生まれた子だったんですよ。ただね、その悪行時間超人の父親の方が、その母親をね、乱暴した結果生まれたんですよね。はい。で、成長するにつれて父親に似始めたサンダーに、ね、母親が恐怖してしまったため、そのサンダーを捨ててね、その母親はどこかに去っていってしまったんですよ。だから見捨てられちゃったんですよね。だからこのあたりね、その筋肉マン2世なんですけど、ボーンコールドもね、ちょっと虐待を受けていた過去とかあったんですが、ちょいちょいなんかね、重い設定があるんですよね。で、そういったね、母親に捨てられた過去というのが、その正義超人への執念の源となっているみたいですね。ちなみに、自分、そのサンダーがね、正義超人の血もね、入ってるってことは、ライトニングには隠してたみたいですね。でね、そのサンダーはね、その純粋な時間超人ではないため、そのライトニングと比べると作り出せるエキゾチック物質の量が少ないみたいでした。はい。で、次にですね、主な技についてね、お話ししていくとですね、まずはアクセレレーションですね。これライトニングも使用できるんですが、肉体の周りの時間軸をコンマ1秒ほどずらして未来へ移動することができるっていうね、まあ、さっくりと言えば、この技を使うことによってほとんどの技を回避できちゃうんですよね。少し未来へ飛ぶことができるんで。ただこれね、チート級なんですが、その弱点も一応あって、アクセレレーション使う時っていうのはエキゾチック物質を放出するんですが、その物質を凍らされたりすると使用できなくなってしまうんですよね。そういった弱点もあります。他にも、まあ、アクセレレーションイグニッションってやつがあって、これはね、そのアクセレレーションの、ね、加速能力のスピードを上げて自らの体を発火させるっていうやつですね。これなんでこんな技使ったかっていうと、要はそのケビン・マスクがこのね、アクセレレーション対策としてひっつき虫作戦っていうものをやったんですよ。要は密着し続ければアクセレレーション使われても一緒にワープするから、まあ対策ができるみたいな、そんなやつだったんですが、その密着させないためにね、この技を、使用しています。熱くてね、話しちゃうっていう感じでね。
で、あとこれもえぐかったね、あのボディークロックバックスピンってやつですね。これはね、要はその放出したエキゾチック物質を一回出したやつをループさせて、またね鍵穴にね戻すんですよ。そうすると何が起きるかっていうと、体内時計の針が逆回転されてしまって、要は体がね、体の状態が前の時間に戻るんですよね。そうなるとどうなるかというと、今まで受けたダメージをねがなかったことになってしまうんですよね。いわゆるまあ全回復させる技だったんですよね。これもドン引きしたんだよね。ただこの技もね、いいことばかりじゃなくて、これを使用するごとにもう肉体へのね計り知れないほどの負担があるんですよね。だからこの技を乱発した2人っていうのは、その決勝戦で負けた後にはですね、痩せ細った老人のような体になってしまっていたんですよね。はい。で他に、まあ紹介するって、例えばリオンフィンガー、これがまあ一応サンダーのね代名詞的な技かなと思いますね。左肩に備えた鋭い爪を使った攻撃ですね。でこのリオンフィンガーを使用した技として、獅子のヒトナゼとかね、リオンオーソリティなどがありますね。ちなみにリオンフィンガーでサタンも切り裂いていましたね。はい。でまたですね、ノコギリ状にした縦紙で攻撃するリオンクリニエールっていうのもあります。で、あとですね、カラミティクロスとか、サンダースピア、クオーラルクラッシュ、サンダービート、リバースミレニアムなどがありますね。このリバースミレニアムっていうのは、マッスルミレニアムを破った時に使用した技ですかね。はい。であとタック技なんだけど、タック技がね非常に多いんですよね、5ディザスターズって。だからまあ今回本当にね、その中でも抜粋してね、ちょっとねサクッと紹介していくと、まずはですね、まあ、伝説破壊章がありますね。まあその鐘を鳴らすと、そのね、まあ相手の長寿のトラウマをね起こさせて、まあちょっと精神的に攻撃する技ですね。はい。他にもこれがやっぱり代表的かな、デスウォッチブランディングですね。はい。あとはまあその正義崩壊のフィナーレ、これかける相手によって技名が変わったりしますね。例えばネプチューマンに対してはパーフェクト崩壊のフィナーレみたいな感じに変わっていたんですけどね。まあこういった技があります。他の技はね、まあいずれちょっと5ディザスターズとしてね紹介する時があると思うんで、その時にもっとね詳しくね、紹介していこうかと思います。これちょっと数えてないんだけど、ひょっとしてあれですかね、筋肉マンと筋肉マン2世通じて最もその多くの2プラトンタック技を披露しているタックかもしれないなってのはちょっと思いながらね調べていました。はい。で主な戦績なんですが、これもちょっと今回結果だけねサクッといきますけど、まあ例えばね、その試合としては、まあ、テガタナーズ、あとジアドレナリンズでノバヘルエクスパンションズに勝利していますね。はい。また最後はまあ決勝戦でマッスルブラザーズムーブを、まあ途中でね、あのケビンの正体がね、まあ、グレートの正体がケビンって分かってからは、そのマッスルブラザーズじゃなくて、まあ、ヤングマスターズ、ザボッチャンズですね。ヤングマスターズとして戦っていたんで、このヤングマスターズに敗北していますね。はい。で、次にそのキャラクターですね。サンダーについての。まあ、そのサンダーはですね、ストーリー序盤、腹ボテのことをね、太っちょ親父と罵りながらですね、トロフィーをね、無理やり引き抜こうとしていたんですけども、謎の電撃を浴びて悲鳴を上げていたんですよ。結局トロフィーはね、引き抜くことはできなかったんですけどね。で、まあ、ライトニングがですね、その頭が切れるキャラクターのイメージがあるのに対して、どちらかといえばサンダーはちょっと粗暴な感じのね、イメージはありました。ただね、その戦いにおいては、例えばその、ね、ノバヘルエクスパンションズ戦では剣山に貫かれようとした時にはとっさにね脳天と、心臓を貫かれるのを回避するという起点も見せていたんで、まあ、戦いにおいては結構ね、なんていうのかな、頭の回転が早いんですよ、サンダーは。自分でも言ってましたね、そんなことは。でまたですね、そのライトニングとともにですね、やっぱこれですよね、作中屈指の残虐冷酷さも見せていました。
ッターね、多分屈指じゃないかなとは思います。はい、まあ、例えばいろいろあるんですけど、その瀕死のね字アルファベットに対してゴキブリみてえに生命力が強いやつだぜって言いながらね踏みつけまくったりとか、あとはその弟子入りしようとねすり寄ってきた超人2人を抱擁したと思いきや、まとめて体を真っ二つっていうか肉の塊みたいにしてましたけどね、まあ同志の証として抱擁してやってんのによーみたいな感じでねいて、ああ潰れちまったみたいなことも言ってたんですよね。セリフもやばいんですよね、この5ディザスターズって。やっぱ極めつけはやっぱりそのカオスの両親をはじめアベニール王国の民を殺戮したことにあるかなと思いますね。はい、だからまあその際にはカオスのね両親もね殺しているんですが、サンダーはねその瀕死のねカオスの母を、キサキ様あなたも王様のそばにすぐに連れて行って差し上げますって叫びながらね踏みつぶしてとどめを刺していたんですけどね、このシーン結構ね自分インパクトあったんですよね。なんかセリフがなんかやたら丁寧語みたいに喋ってるのが逆になんかねサイコパスな感じがしてね、そういう印象を受けたのかもしれないんですけれどね。ただそのサンダーもですね、最後はそのヤングマスターズ戦で敗北した後ですね、一度はねマンタロの手によってトロフィーバルブを与えられて一命を取り留めたんですが、マンタロたちをですね元の時代へ戻すため自らの命を引き換えにねエキゾチック物質を全て放出してタイムシップを起動させていましたね。だからまあその後死亡したと思われます。はい、まあカオスと同じシーンですね。で最後なんですけれども、このサンダーねやっぱそのデザイン的に結構かっこいいなっていうのは思ってたんで、だから味方とかになったらさらに人気出そうな感じはしたんですよ。いわゆるバッファローマン枠かな、パワーファイターっていう点でもねそんな感じで思ってたんですよ。ただその今までしでかしたことがしでかしたことなんで、まあストーリー上そう簡単に仲間にならないかもしれないんですけど、でもまあ半蔵とかもねアイドル超人にしてたんでね、展開としてはあり得る展開だったんじゃないかなとは思います。まあ、そういう意味ではその究極の超人タッグ編以降のねストーリーもちょっと読んでみたかった気もしますね。はい、より魅力的になっていたかもしれないんで、ただねその味方になったらなったらでね、まあ、筋肉マン2世の流れとしてはそのアクセレレーションとかが全く効かないような敵とね対戦させられそうな気もするんですけどね。はい、ということで今回この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。